シャロームダジャーハオチョヌミダ天国家宇人でございます。今日はね、紹介したい商品があります。もしかしたらね、もうずっとね、僕これ使ってるから、どっかで言ってるかもしれないんですけれども、ただいかんせん動画の数がですね、300本以上超えてくると自分で何撮ったか覚えてないということで、これはね、ものすごく知らない人にとっては画期的なものなので、紹介しますね。何かっていうと、プロッキー、じゃじゃん。マジックです。プロッキー。インコってね、デザインをさ、まず作るでしょ。こう、種木と墨で作るわけですよ。それを作ってから、今度はこの印材にね、こう、転写していくんだけれどもさ、この転写するときにね、まずここにね、物の本によると、ほぼ全ての本です。専門のね、天国の本には、ほぼ、もう 100% と言っていいほど、ここにね、まず墨を塗ろうと書いてあるわけですね。で、墨を塗って、その上に種木でこう、インコをこう彫るデザインを富士と言いますけれども、そこにしていくわけです。でその時に、墨を使うっていうのがまあセオリーなんですよ。どの本にも書いてある。でもね、このプロッキー、これを使うとね、もう全てのものがいろいろ不便だったなっていうことが解決していきます。これはね、もう20年来僕はもうこのプロッキー一筋でやってきてるんだけれども、他のね、マジックじゃダメなんですよ。プロッキーじゃなきゃダメなんですよ。まあそこら辺もね、おいおいこの動画で、紹介していきたいと思います。で、これを教えてくれたのはね、もう20年以上前だよね、キーサイさんに教えてもらって、まあびっくりしたね。このマジックね、もう今までの動画でも全部これで黒く塗ってるやつはこれでやってます。ということで、ぜひご覧ください。どうぞ。ということでね、墨とこのマジックの違いということをね、検証していきたいと思うんだけれども、まず墨をね、これは普通の墨ね、ちょっとだいぶちびてるからすりにくいけど、普通の墨を塗っていきます。で、もう一つにはプロッキーを塗っていきます。まあ、普通の本にはね、この墨を吸って、塗っていくと書いてございますんでね、それでやっていこうと思いますよ。まあ大体こんなもんか。はい。まず1個の方には静電石ね、1個の方には墨を塗っていきます。ちょっと薄いか。墨塗る時は濃いめの方がいいよ。薄いとなんていうか透けちゃうからね、ムラになるから、墨をまずこっちは塗って、こっちはプロッキー。はい、こんな感じでちょっと乾くのを待ちましょうか。乾かす時ね、早く乾かす方法はね、息吹きかける。あ、どっちがどっちか分かんなくなった。まあいいか。乾きが早いのがプロッキー。まあこの時点でもう優位性は立ったよね。これ乾きが早い、これがプロッキーね。ということで、こっちがプロッキーで、こっちが墨でございます。こっちが墨ね。こっちが墨で、こっちがプロッキー。で、まあ、これ普通にこう見たら変わんないよね。で、これにちょっとね、印を彫ってきます。これは何、種木がどこ行った？この種木でね、この種木でこう、まあ種木の選び方とか使い方もなんかも別の動画で上がってるので、よかったら見ていただいて、今日はそういうことではなくてですね、プロッキーと墨の違いの検証でございますんでね。墨も結構濃いめに擦ってね。じゃあこっちはプロッキーのプと彫りますか。ああ、分かんなくなるな。プロッキーのプと彫ります。で、こっちは墨のスと彫ります。ね、プロッキーと墨を彫っていきます。これも種木もなかなか乾かないからね。ここまでは何も変わりません。まあじゃあまあプロッキーのプからいきますか。いきます。もう別にこれはなんていう、掘る検証ではないので、ここら辺は別にもう気にしないでね。プッと折り上がりました。次は巣でございます。こっちが巣にね、まあここまでは全然ほぼ変わんないよね。スッと掘り上がりました。はい、こんな感じですね。じゃあまあこれをちょっと粉を落として、さあどう掘り上がったかって、このさ主木が入っちゃってるとさ、ちょっとごまかされるわけじゃん。だからこの部分をね、落としていきます。この主木は炭で簡単に落ちるので、ボロ雑巾なんかね、こういうやつで、もうだいぶ真っ赤になっちゃってるけど、これに水をちょっとね垂らしてあげてですね。水を数滴こう垂らしてあげて、まずね、プロッキーの方からね、これを主木を落としていきます。よいしょ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 。水でやるとね、主木がこう簡単に落ちます。プップッとこんな感じでね、残ります。で炭でやったこの巣の方も同じように、水を数滴垂らしてこれを取っていきます。わかるかな？これなんですよ。ここなんですよ。必ずさ、主木をこう次掘る時にはさ、もうちょっと例えば押したいとかね、そういう時にはやっぱり、これを取るんだよね。こうした時何があるかって分かった？プロッキーの方はさ、これ主木を取っても下地だけは残っていくわけよ。炭で打つとさ、わかるかな？見えないの、ほら。全部取れちゃうから見えないからさ、これを補刀って言ってね、これを掘り直そう。まあこれちょっと押してみようか。プッ。ね、こんな感じで、まあ字はどうでもいいですよ。でこう押して、これをさ、あ、やっぱりちょっとこの巣の横棒をもうちょっと長くしたいな、プのこの点々をもうちょっと太くしたいなとかいろいろ思うわけじゃないですか。そうした時には補刀といってね、これを修正していくわけなんだけれども、これをさ修正する時にですよ、プロッキーでやった方は黒が落ちないのね。ところが炭で打った方は炭が落ちちゃってるから、主木でやるとね、多少はここのさっきとは違ってこの中に主木が食い込んでるから、どこにが掘ってあるかっていうのは多少分かりやすくなる。多少分かりやすくなるんだけど、これ一目瞭然でしょ。ね、でそうするとこれを補刀する時にね、例えばこっちの巣の横棒を長くしようと思った時、どこ掘ったかっていうのがこれ非常に見えにくいわけですよ。まあ、掘っていくとだんだん分かる感じになるけれどもさ、こんな感じでやりにくいところが、このプロッキーを塗ってると、これはもう完全にこの掘ったところがね明確に分かるんですよ。なので、これをちょっと太くしようかなと思って、あと粉がさこう入った時にも非常にこう分かりやすいよね。掘った跡がほらね、鮮明に出るでしょ。鮮明に出るでしょ、こうやって。ね、だからこれがね、分かりやすいということで、これがねプロッキーなんですよ。プロッキー、でなんでプロッキーと連呼するかっていうことなんだけど、普通のマジックインキとかいろいろあるじゃない。だけどね、これじゃなきゃダメなの。何がダメかっていうと、このプロッキーのいいところではですね、非常にまずマット、こう見た時にテカリが少ない。マジックインキとか油性のやつだとね、塗った後にねテカテカ光っちゃうわけ。それでもう最大の弱点はね、主木の糊なんですよ。今ちょっとマジックインキとか他の油性のマジックがないので、試しの検証がちょっとできないんだけれども、これね、主木が乗らないの。マジックインキとかそういうのでやると、優勢のやつだと。で、さっき見て分かったように、こっちのさ、このプロッキーのはさ、もう全く問題なく乗るわけですよ。こうやってね、綺麗に乗るんですよ。もう線が全くぶれずにこう乗る。で、この失敗しちゃったなと思ったら、これをこう拭いてしまえば、ほら。取れるというね、本当に優れもの、だからね、このプロッキー自体がそんな高くないんですよ。これ、1本で買って多分100円とか200円とかそんぐらいだと思う。で、ホームセンター行くとまとめて6本とか売ってるから、これをまとめてね、6本買って、で、あとほらこっちの太いじゃん、この面が。そうすると塗るのも楽なんだよ。で、これは大きいやつ、なんていうのかな、7センチとかそんなやつでもこれで塗っても全然平気だからね。で、あともう今見て分かったように、印泥で押した場合にこの黒が映らないわけよ。ほら映らないの。ね、でこれね、普通のこういうなんていうか、市販のさ、このスタンプ台みたいなこういうのでやるとね、ちょっとね、こっちのなんか入ってんだろうね、ケミカルみたいなものがね。でそれでつけるとね、こうすると黒が映る場合もあるので、昔はね、僕売る時、このまま黒いまんまで渡してたんだけれども、なんでかっていうと、こう見た時分かりやすいから。こっちだと分かりにくいじゃん。押す時に、あ、どっちだろう、こっちだろう、あ、こっちかな、こっちかなっていうのは、これだと黒が塗ってあると分かりやすいから、このまま渡してたんだけど、こういう普通のスタンプ台でやるとつくということが分かったので、ここ最近は全部もう落としてるんだけど、さあ問題なんですよ。これ塗っちゃったらいいけど取れないじゃんって言った時にはね、慌てず騒がず、じゃじゃんと、これも100円ショップで買える、今最近高くなったよね、この除光液、爪のさ、ネイルとかを取るやつですよ。昔これ100円で売ってたんだけど、ここ最近100円200円とか150円とかになってきちゃったからさ、まあそれでもね、まあ安いですよ、結構使えるから。これを除光液をですね、またさっきのボロ雑巾に垂らしてですね、こうでしょ、ここにですね、こう垂らします。タラタラタラと数滴でいいです。でこれを拭いてしまえば、これという感じですね。まあ多少薄くグレーには残るかもしれないけれども、綺麗に、取れます、取れます。まあ多少はね残るけれども、こんな感じで、もうここまですれば普通のスタンプ台なんかでやっても、ここに印にこうなんていうのかな、黒いのが映ったりすることはないです。ということで、今日の紹介はですね、このプロッキー連呼します。プロッキーです。プロッキーがいいです。まあもしかしてもっといいやつがあるよっていうのがね、知ってる方がいたらそっちの方を紹介していただければと思います。だからもう一回言うと、このプロッキーのいいところは、こう拭いても一回塗ってしまえば、これ一回塗ってしまえば拭いてもね、それが取れないというね、水でやっても取れない、除光液でやれば取れる。それでもう一つは朱墨を弾かない、朱墨を弾かないということと、あとマットなので、油性なんかのやつだとね、テカっちゃうんですよ。テカっちゃうとどうなるかっていうと、こう光って目がね、なんかね、チカチカするんだよね。この今は濡れてるからあれだけど、乾いてくるとね、まあこの画像で見るとね、この反射する部分があるけれども、なんていうか、肉眼で見るとね、非常に目に優しい色合いなんですよ。ちょっとその風合いが伝わるかな。ちょっとこう光るとテカテカするんだけど、それにしても油性のマジックに比べるとテカリは非常に少ない。それで朱墨を弾かないという、もう素晴らしい商品でございますんでね、お値段もそんな高くございません。で1本あればね、まあそんなに印を彫らない人だったら1年ぐらい使えるんじゃないの。僕はそんな1年も持たないけれどもさ、そんな感じです。ということで、今日の紹介はプロッキーでした。是非試してください。ではまた次の動画で会いましょう。再見、バイバイ。